基本的なルールは一緒で、2回転目で頼むよ、本日主役なんだよ私。なぜかわかんないけどタスキが誕生日のタスキなんだよ。あーノーマル、よっしゃ当たった。おーよしよし、君はいい子だね。よしよし、14番です。まあちょっと第一走者なんでいっぱい出るやつにします。おはようございます、よろしくお願いします。いっぱい出るやつ、いっぱい出るやつ、おはようございます。あ、まずはリゼロじゃないですか、やっぱりいっぱい出るやつは。やったろうやないの、回したろうやないの。始まりました、右打ち。おはようございます。いやー寒いですもう春なのであったかいって言いたかったんですけれども、ちょっと風が強くて寒いんですが、なんと3月特別企画、右打ち春のたすきリレー、イエーイ。というのをですね、今日の収録から全5回でやっていきたいと思っております。まず第一走者が私でございます。あ、ありがとうございます。こちらね、タスキを今受け取りました。で、5回全部で総出玉5万発を超えましたら皆様にご褒美、もしくは全員が右打ちを達成しましたら皆様にご褒美。タスキをしっかり受け取りまして、今日一日頑張っていきたいと思います。まあでもチーム戦なんで、もちろんみんなにも頑張ってもらって、いつも見ている方たちに、はい、たくさんのプレゼントができればいいなと思っておりますので、特別企画ぜひお楽しみください。それでは早速第一走者行ってまいります。ではではでは、久しぶりにポキューンを、鳴り響かせたいと思います。身がかってくださいね。身がかります。はい、基本的なルールは一緒で、2回転目でさっき悪い来た、あらら笑っちゃって、私嬉しいよこれで右打ち成功できたらこれから説明入るって時にね、全くせっかちさんなんだから。まあ展開的にはどうだろう、ミニレムもね動いてなかったね、最近動いてるの全然見ないんですよね。いや、まずはあの通常でもいいから1500ちょっとゲットしときたいですよね。まあ定まんじゃなくって最終的な出玉でみんなのを合わせて5万発を目指すんですけど、やっぱそこはね、収支もしっかりプラスにはしておきたいので。ただちょっとなんか挨拶先までみたいな感覚です、おはようっていう程度の。何にしかもエルザだし、なんか当たる気配のない感じかなあ。鬼がかり、鬼がかり、ああ、赤プッシュだ。鬼が勝ってくれたらエルザでも今までの感じが弱くても全然あると思います。なのであとはもうちょっと3000目指して、久しぶりにこのボタンが見たい。君を救ってみせる。ピッ、本当？マジか、挨拶でしたね。はい、まあ2回転目なんで問題はないです。あのちゃんと鳴ることが発覚したので OKOK。
まあ、最初しょっぱなちょっとポキュン外してしまったんですけど、まあしょうがないですね。あのリゼロ大当たり確率約319分の1の、まあ、ミドルタイプ。おお、隣が鳴った、まあ、ミドルで、ラッシュ突入がまあ 55% でさらに、ラッシュ入ると、まあ、初回3000個、まあ、右打ちにはふさわしいね、あの機種なんですよ。突入率しっかり出玉的にもだし、さらにリレーってなったらもうこれは間違いないだろうと。もうだからしっかりと全員が全員右打ちをする、まあ5万発を全員で狙う、まあどちらもありなんですけど、あの純粋に右打ちさせたい、あの罰ゲームもいや出たいや。4つ目2度目2度目次ですね。やっぱボキュンはね、油断してると来るのよ。だからね、すごいずっと話してるぐらいが多分ちょうどいいのかもしれない。ずっと話してれば絶対来るから、なんかボケーっと打つとかね、一瞬でも忘れる。お、背景出た。まあ6割ぐらいだから、まあまあスタートは悪くはないですよ。で割と自分の中ではあの背景が信頼度高めなんですよ。結構当たる時に絡むから、あ、こっちね。今ボタン下げなんもないわと思ったけど、連続予告3回目。おお、いいねいいね。ああ、これも止まってほしかった。いや、7でもいいけど赤、よし。ここまでは悪くない。あとはまあ保留が何色に変わるかとか、まあリーチどこに行くか。鬼がかってくれました。まあエルザじゃなければ頼むよ。本日主役なんだよ私。なぜかわかんないけど、タスキが誕生日のタスキなんだよ。主役をどうにかってさ、エルザまあ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 、チャンスアップあれば大丈夫よ。さっき全然なかったからね、1回目はね。さあリゼロの島で一番最初に当たっちゃうんじゃないの、わかんないけど誰か当ててるかなとにかく当たってくれれば昇格は後からでもできる。あ、大丈夫でしょう。よいしょ、よ、当たりました。27回転早い2000円よし、日本安い、やった。しかもその間に2回先まで来てますからね変われ変われ、変わってくれ。まあ変わんなくてもいいよ、これでこれでどうにか。通常の可能性があります。さあボタンを押して成功すれば右打ち成功。赤ボタン出て、ダメかな。あースタートダッシュを決めることはできず、通常1500ポイント持ち玉でひたすら打っていきます。あっという間に1500個がなくなろうとしています。一応ですね、あのみんなが右打ちをまあ達成することができれば、まあ、ご褒美なんですよ、まあ、ご褒美というか豪華プレゼント。ただ、まあ、右打ちじゃ達成みんなできなかったらその時点で終わりじゃんと。私が今日達成できなかったらもうそれ企画としてどうなんっていうところで、その一応みんなでの出玉の方が5万発を超えればこちらもまた豪華ご褒美。まあどっちかはね基本的にはいけると思います、今のスペックのパチンコだったらね。であとまあメンバー的にもやっぱ個人的に平山さんめちゃめちゃ強いので引きがね、山さんが
まあ、何打つかだけど、まあ、ゴジエバとかね、あのユニコーンとか打ってくれればね、それなりに出してくれるんじゃないかなっていうのはあります。まあ、その次シゲヤンか、正重勇気選手、まあ、不安要素ではありますが、当てることはできるんですよ、彼女はね。はい、右打ちも多分だからできるんですよ。ただそっから伸ばせないだけ。でも大丈夫、右打ちさえしてくれればねクリアなんで。で次がラギオか、工藤ラギ選手、まあ、同じ青森県出身の仲間ということで敵は強いと思いたい、思っている。でまあ最後のアンカーがまたまた私と、だから私は2回まず右打ちを達成させなきゃいけないんですよ。だこれが今日寄ってもダメだし、今日できないとかもダメだし、まあでもただ2回チャンスがあるから、もし私が手が右打ちできなかった場合は、最後の最後にまたこうチャンスがある、5万発チャンスがね。まあ、だから他の人よりかは今日にかけるってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱ皆さんのモチベーション上げるためにもやっぱ初戦は大事なのかな、かなりね。2000円しか使ってないんですけど、追加していきます。こっち、珍しい捕虜変化も入りました。まあ緑だけどね、でも一応めちゃめちゃ久しぶりの先割れです。頑張れ頑張れ頑張ってくれ頼む。あれ、あ、ちょ、たままだ、おう、開いた開いた。まあまあまあ、ちょっと村赤じゃん。あるかな、なんかポコポコいっぱい鳴ってるのもありがたいんですけど、まあ久しぶりになってやっぱ熱い展開が嬉しいかな。もう通常は嫌だけどな。発展ですか。なんかまあこれであれですよね温泉チャレンジとかでもいいけど、まあ鬼がかるんじゃない。止まれ止まれ。鬼がかりまして、誰や、本日2回目の鬼がかり SP いきます。エルザはもう今日エルザしか見てないもん。いやエルザしか見てないのよ。なんでエルザなの。当たんないからエルザなのか。君を救ってみせる。あ、もう途中ちょっと諦めてたんで想定内です。おいおいおい、びっくりしたよ。あ、ねね、見て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 、久しぶりに動いてて掘り向かったよ。今ね、1万円内なの。当たろう、見て見て見て、動くから。ほー、すごい、めっちゃ動いてる久しぶりに見たわ。でもまあ半分ぐらい、5割ぐらいなんで、やっぱ何か欲しいですけど、まあ一応保留変化も入ってます。いつもよりね、いい音だった気がするの。うん、いつもより激しめな音だった気がするんだよな。気のせいかな、勘違いかな。勘違いかそう聞こえただけだな。1、6、うん、当たりそうな数字だまあ本当はね、あの白ゲーと絡んでほしいのが一番なんですけど、タイトル赤、いや今度こそよ、エルザ以外見せてよ。めっちゃでも鬼がかってくれるから、一応その多少は期待できますよね、ここまではね。ただこの後その保留もなんか
金色とかになんないかな。金系が見たい。いやいや、まあでも赤ですから、チャンスアップ的にはね。でも今日エルザしかいない、他不在ですただ今回はミニレムが動いたこともあったし、タイトルの色もチャンスアップが一応あったから、まだ希望は捨てない。君を救ってみせる。何色？あ、ノーマル。よっしゃ、当たった。253回おお、よしよし君はいい子だね、よしよし。9500円、スタートダッシュめちゃめちゃ決めたから、いけるかなと思ったんだけど、危なかった。2枚目ちょっと入るんじゃないかと思ったんですけど、一応2枚目まだストップです。55%、45%昇格待ちます。頼むよ。個人的には昇格パターンってあんまり自分の中では少ないんですけど、人様の見てると結構あるなっていう印象なので、諦めてないよ。お、赤ボタン。よっしゃい、右打ち成功。ナイス当選、たまちゃんやりましたということで、打ち続けますとりあえず、みんなのためにも、みんなってあれだよ、見てくれてるみんなのためにも、この後たすきを渡す選手たちにも、はい、いいバトンが、たすきがつなげられそうです。3000鬼がかりラッシュ。ここからは、5万発とは言いません。まあ1万発ずつでもね十分なので、まあ、とりあえず続けることが大事。あ、モードはね、そうだね、選ぶのは選択、まあノーマルだよね。まずは当たれば何でもいいよ。ノーマルはね、いろんな当たり方ありますし。で、一応ですね、残り100を切ったところで一回私はね、手止めるんですよ。はい。なんか流れないなって思っちゃうんで。で、球が出終わった時に、まぁ、ちょっと仕切り直しで、そこからはもうちょっと高速でいきますね。いや、今日はね、罰ゲーム絶対受けたくないなと思って、めっちゃなんか、いやまあダサくはないんですけど、まあなんか多分コスプレに 100% 合わない靴下と靴を履いてきたんで、はい、よかった、回避ですじゃあ、たまって切ったのでいきます。残り96回。調子いい時ででも本当にポコスコ当たったり、まああとはもう後半の方で引けたりとかするわけです。おお、リゼロゾーン、ここ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 、はい、63回転。とりあえず1500。じゃあちょっとモードの方を先バレモードにしちゃいますね。なんでかって、やっぱその先バレの音をみんなにこう、まあ自慢する意味もあるんですけど、みんなもこの音を伝染するように、みんなで右打ちを楽しみましょうという意味を込めて。さあ、ポキュンが鳴ればすごくわかりやすいね。ならんわ、リスタートです。27回転。まあまあ、だったら319、3000個の方を引きたかったけど、あ、引きたー。44回転。
まだ右打中に3000取ってないので、ちょっと3000を目標になってもらいましょう。はい、一回ここで手を出るの。まあそうですね、残り97、大事に大事に打ってきましょう。あの球がほら落っついてないから、台が忙しい忙しい、いやもう当たんなくていいよって思っちゃうんで。よし、あ、まだだ、いいですね。はい、準備できました。5000ポイント、まあ3000取って、あともう1回当てられば1万発が見えてくる。あ、いやー、リスタートでもよかった。ここでリスタートいくのはちょっとうまいかなって思ったんだけど、ならない、もうなってくれないの。くー、残り20。1、ラスト、終わってしまった。6000個。鬼がかりは初回の、3000一回のみです。ただ右打ちは見事大成功。あとはですね、そのみんながもし仮に出玉、あ、じゃない、右打ちできなかった時のことを考えて出玉の方を増やしていきたいと思います。ごちそうさまでした。今日はおそば天ぷらセット豪華にね、いただいてきましたよ。まあちょっと腹パンなんで、ちょっと控えることはやっぱね、メニュー見たら無理でした。まあちょっとお腹パンパン、玉もパンパンにしたいと思います。あ、そうだ、私大事なこと忘れてた。リレーはやっぱり、バトンもしくはタスキが落としたら終わりなんでね。やばいやばい、危なー。ちょっとさすがにこれをつけてご飯を食べに行くことはねしなかった。なんかお店に申し訳ないでしょ、本日は主役なんて言ったら、なんかちょっとサービスしなきゃってね思われちゃうかもしれないですけど、はい、しっかりとタスキをかけまして、まあでもね、実際のねリレー、まあこういう、まあ、タスキなりバトンをねつないでいくリレーは、一番最近だと去年しました。はい、DMM さんの番組の方で運動会があって、そう、それでやったんですよ。もうめちゃめちゃ緊張で、だって何十年ぶりのリレーですよ、からの今年初リレー。お昼一発目、何色、キン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 、緑かな、やっぱ緑だよね、うん、緑でしょうね。あ、3回。どっかで金が欲しいな。さあ大事、意外にここの色、うわ白。落ちないまである。あー、やっぱりね。あれ、タイマー出た。4 3 2 1、ゼロー、リゼロのゼロだけどさ、やっぱエルザなんですよね。今日エルザ以外見てないよね。タイマー久しぶりなのにこれはちょっと厳しいでしょう。苦かりじゃないし、金は赤にもなんないの。絶対当たんないやつじゃん。エルザ以外を見せてください。ちょうど今2485玉、まあプラマイゼロぐらいな感じですね。投資9500円。まあでもそこもな、370余りなんで、
まあ今日初当たり2回引いてるからそんなにね調子が悪いわけではないんですけど、ちょっとポキュンハマリがね、はい、ちょっとおとなしい、おとなしいかな。ひとまずあと1回は実戦時間内に、まあ、2回です。2回欲しい。しかも当たるやつ。このまま行ったら綺麗に球を使い切って、いや使い切らないかな。なんか微妙に、本当に微妙に球が残る。まあゼロよりかはマシかもしれないけど、本当にチョロチョロっていうぐらいかな。第一走者たまちゃん実戦終了でございます。どんな感じで自走のヘラヤマンさんにこのタスキを引き継ぐのか、まあ、そちらは後ほどエンディングでお見せしたいと思います。実戦終了、お疲れ様でした。さあ本日から始まりました右内春のタスキリレーということで第一走者やらせていただきましたよ。まあ、結果的に言いますと右内達成、イエーイ。まあ、この後ですね、山田さんなり、シゲアンなり、ダギオ、そして自分自身がですね、まあ、どんな感じになっていくのかっていうところももちろん見どころなんですけれども、もし仮に右打ちができなかった場合ね、5万発達成みんなですることができれば、それもね、ご褒美になりますので、一応今日の最終的な出玉の方も報告しておきます。125玉です。はい。綺麗に、残しましたちょろっとなんですけど、まあでもこれが最後に結構効いてくるんじゃないかなって思ってますので、第2走者のヘラマンさん、ぜひ頑張って右打ちして出玉たくさん残してください、お願いします。さあそしてここでですね、なんと本日はやっぱ春、そして、新しくねこのタスキリレーが始まったということで、強力な助っ人の方が来てくれております。どうぞー。あーかわいいわー久しぶりーということで、にゃんまるくんでーす、イエーイ。まあ、ちょっとですね、この後私こちらのにゃんまるくんとですね、マルハン大ママ店様の、TikTokの方の動画にねちょっと一緒に出演させていただきます。このにゃんまるくんがねどのような動きをして TikTok に出ているのかぜひチェックしてみてください。そして、次回以降のね右打ちの方、果たしてリレーはどうなるのかお楽しみに。さよなら。